白菜の大量消費にご飯が進む旨煮レシピをご紹介します。最初に合わせ調味料を作っておきます。乾燥春雨は8センチから10センチくらいに切っておきます。白菜を2センチから3センチ長さに切り分け、豚肉は5センチ幅に切ります。フライパンにサラダ油、豚肉を入れて中火で炒め、白菜の白い部分を先に加えて炒め、続いて葉、そして合わせ調味料を回しかけたら、フライパンに蓋をして、かさが減って蓋が閉まるまで煮込みます。白菜からたっぷり水分が出てくるので、想像以上に煮汁がしっかりできます。そして春雨を加え、煮汁を吸うように煮込み、柔らかく戻します。水溶き片栗粉を加え、混ぜ合わせながらとろみをつけて完成です。とろとろになった白菜と豚肉の旨味が食欲そそります。